今日はコロナ禍の中寒い中たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。小松座の雪やこんこんのここしかトークを始めさせていただきます。私は今日失敗を命ぜられてます。響き A の永友と申します。よろしくお願いします。で今日はランランの足立康彦さん、2016年には第9回関西朗読コンテストで大賞を受賞されています。大衆演劇についてのお話と、それから雪やこんこんの一節朗読をお願いしています。どうぞごゆっくりお聞きください。どうも、はじめまして、足立でございます。それでは今日の本題の朗読に移らせていただきます。ご承知のようにこの芝居はまともにやれば2時間半かかる芝居かと思います。で今日私に与えられた時間は30分です。2時間半の芝居を30分でどうするかなと考えました。とてもじゃないが全てをお伝えすることはできませんので、第1話だけを端折って読ませていただきます。私の本当に拙い朗読でこの芝居の良さがとてもじゃないけど伝わらないはずです。それはお口直しに来月の芝居で埋め合わせをしていただければというふうに思います。そういうことで、その前座をど素人の私が務めますので、その辺はちょっと割り引いていただいて、最後までよろしくお付き合いくださいませ。お願いいたします。待ちました。おきに井上久志作。雪やこんこん湯の花劇場物語。吹雪の音とともに観客席が暗くなり、暗い中でまた吹雪と、その吹雪の向こうから旅芝居一座のまた旅踊りでよく使う庄司太郎の紫小唄が風の音に混じってキレキレに聞こえてくる。流す涙が お芝居なら